写真拡大。全国高校野球選手権1回戦、八戸学院光星9の0誉れ、6日、甲子園球場。夏10回目出場の八戸学院光星、青森が初出場の誉れ、愛知を投打に圧倒した。青森勢は春夏通じて甲子園6受賞。八戸学院光星は初回2試満塁から6番下山すばる大が左越えに記念すべき、両は1号となる満塁本塁打。これで勢いに乗ると4回にはドラフト候補の1番武田龍也が右前タイムリー。6回にも誉れの2番手山口から武田の中越フェンス直撃の3塁打などで加点。終盤も中軸の長打構成で畳みかけた。初出場の誉れは初回に4失点したのが響き、打線も4安打に抑えられ、ホームが遠かった。